幸福のく王子のスカー・にイルド。有金の塚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 われ、のはの塚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 のの 大きな赤いルビーが光っていました。王子は皆の自慢でした。風緑と同じくらいに美しいと芸術的なセンスがあるという評判を得たがっている一人の歯会議員が言いました。もっとも風緑ほど便利じゃないがねと付け加えて言いました。これは無双化だと思われないように。 と心配したからです。実際には彼は夢想家なんかじゃなかったのですが。どうしてあの幸福の王子みたいにちゃんとできないの？月が欲しいと泣いている幼い男の子に賢明なお母さんが聞きました。幸福の王子は決して何かを欲しがって泣いたりしないのよ。この世界の中にも。 本当に幸福な人がいるというのはうれしいことだ失望した男がこのすばらしい像を見つめてつぶやきました「天使のようだね」と明るい赤のマントときれいな白い袖なしドレスを着た養育院の子どもたちが聖堂から出てきて言いました「どうしてそのようなことがわかるのかね?」 数学教師が言いました。天使など見たことがないのに。ああ、でも見たことはありますよ。夢の中で。と子どもたちは答えました。すると数学教師は眉をひそめて、とても厳しい顔つきをしました。というのは、彼は子どもたちが夢を見ることはよろしくないと考えていたからです。ある晩、 その町に小さなツバメが飛んできました。友達らはすでに6週間前にエジプトに出発していましたが、そのツバメは残っていました。彼は最高に綺麗な足に恋をしていたからです。ツバメが彼女に出会ったのは春の初め大きくて黄色い蛾を追って。 川のへすらっとした腰があまりにも魅力的だったのでツバメは立ち止まって彼女に話しかけたのです。君を好きになってもいいかいとツバメは言いました。ツバメは単刀直入に話すのが好きでした。葦は深くうなずきました。そこでは、 翼で水に触れながら彼女の周りをぐるぐると回り銀色のさざ波を立てましたこれはツバメからのラブコールでそれは夏中続きました彼女はおかしな恋人だねとほかのツバメたちがペチャペチャ言いました財産はないくせに親戚は多すぎるときてる 実際その川は足でいっぱいだったのです。やがて秋が来るとそのツバメたちもみんな飛んでいってしまいました。みんながいってしまうとツバメは寂しくなり、自分の恋人にも飽き始めました。彼女は何も話してくれないしな。ツバメは言いました。それに浮気っぽいんじゃないかと思うんだ。 だって彼女はいつも風といちゃついてるんだから確かに風が吹くといつも足は最高に優美なおじぎをするのでした彼女は家庭的なのは認めるけれどとツバメは続けましたでも僕は旅をするのが好きなんだから僕の妻たる者も,も旅をするのが好きでなくっちゃ」とうとううは、 僕と一緒に行ってくれないかと彼女に言いました。でも葦は首を横に振りました。彼女は自分の家にとても愛着があったのです。君は僕のことをもてあそんでいたんだな。とツバメは叫びました。僕はピラミッドに出発するよ。じゃあね。ツバメは飛び去りました。 じゅうつばめはとびよるになってまちにつきましたどこにとまったらいいかなとつばめはいいましたとまれるようなところがあればいいんだけれどそれからつばめはたかいはしらのうえのぞうをみましたあそこにとまることにしようとこえをあげましたあれはいいばしょだ。 新鮮な空気もたくさん吸えるし、そしてツバメは幸福の王子の両足のちょうど間に止まりました黄金のベッドルームだツバメはあたりを見回しながらそっと一人でいい眠ろうとしましたところが頭を翼の中に入れようとした途端、大きな水の粒がツバメの上に落ちてきました なんて不思議なんだ」とツバメは大きな声をあげました「空には雲一つなく星はとってもくっきりと輝いているというのに雨が降っているなんて北ヨーロッパの天候は全くひどいもんだねあの足は雨が好きだったがそれは単なる自己中心だったし」するともう一滴落ちてきました。 雨よけにならないんだったら、象なんて何の役にも立たないなとツバメは言いました。もっといい煙突を探さなくちゃ。ツバメは飛び立とうと決心しました。でも、翼を広げるよりも前に3番目の水滴が落ちてきて、ツバメは上を見上げました。すると何が見えたでしょうか？ 幸福の王子の両目は涙でいっぱいになっていました。そしてその涙は王子の黄金の方を流れていたのです。王子の顔は月光の中でとても美しく、小さなツバメはかわいそうな気持ちでいっぱいになりました。あなたはどなたですかツバメは尋ねました。私は、 幸福の王子だ。それならどうして泣いているんですかとツバメは尋ねました。もう僕はぐしょぬれですよ。まだ私が生きていて人間の心を持っていた時のことだった。と象は答えました。私は涙というものがどんなものかを知らなかった。というのは 私は三数子の宮殿に住んでいて、そこには悲しみが入り込むことはなかったからだ。昼間は友人たちと庭園で遊び、夜になると大広間で先頭を切ってダンスを踊ったのだ。庭園の周りにはとても高い塀が巡らされていて、私は一度もその向こうに何があるかを気にかけたことがなかった。周りには 非常に美しいものしかなかった。帝臣たちは私を幸福の王子と呼んだ。実際幸福だったのだ。もしも快楽が幸福だというならば、私は幸福に生き、幸福に死んだ。死んでから人々は私をこの高い場所に置いた。ここからは町のすべての襲悪なこと。 私の心臓は鉛でできているけれど鳴かずにはいられないのだ。何だってこの王子は中まで金でできているんじゃないのかとツバメは心の中で思いました。けれどツバメは礼儀正しかったので個人的な意見は声に出しませんでした。ずっと向こうの。 王子の像は低く調子のよい声で続けました。ずっと向こうの小さな通りに貧しい家がある。窓が一つ開いていてテーブルについたご婦人が見える。顔は痩せこけ疲れている。彼女の手は荒れ縫い針で傷ついて赤くなっている。彼女はおはり子をしているのだ。その婦人は、 時計層の花をサテンのガウンに刺しゅうしようとしているそのガウンは女王様の一番かわいい次女のためのもので次の舞踏会に着ることになっているのだその部屋の隅のベッドでは幼い息子が病のために横になっている熱があってオレンジが食べたいと言っている母親が与えられるものは川の水だけなので その子は泣いていてる。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、私の剣の塚からルービーを取り出して、あの夫人にあげてくれないか。両足がこの台座に固定されているから、私は行けないのだ。私はエジプトに行きたいんです。とツバメは言いました。友人たちはナイル川に沿って飛び回ったり、 大きなハスの花に話しかけたりしています。間もなくみんなは偉大な王の墓の中で眠ります。王もまたそこの彩られた被毛の中にいます。王は黄色の生毛布で包まれ、光量を使ってミイラになっています。首には青緑色の翡翠の首飾りがかけられ、王の両手はまるでしおれた葉のようなんですよ。 ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まって、私のお使いをしてくれないか。あの子はとてものどが渇いていて、お母さんはとても悲しんでいるのだよ。私は男の子が好きじゃないんです、とツバメは答えました。去年の夏、川のほとりにいたとき、 二人の乱暴な男の子がおりました。粉引きの息子たちで、二人はいつも僕に石を投げつけました。もちろん一回も当たりませんでしたよ。僕たちツバメはそういう時にはとてもうまく飛びますし、その上僕は機敏さで有名な家系の出ですから。でも石を投げてくるっていうのは失礼な証拠ですよね。でも、 幸福の王子がとても悲しそうな顔をしましたので小さなツバメもすまない気持ちになりました。ここはとても寒いですねとツバメは言いました。でもあなたのところに一晩泊まってあなたのおつかいをいたしましょう。ありがとう小さなツバメさんと王子は言いました。 そこでつばめは白い大理石の天使が彫刻されている聖堂の塔を通り過ぎました宮殿を通り過ぎるときダンスを踊っている音が聞こえました美しい女の子が恋人と一緒にバルコニーに出てきました なんてすばらしい星だろう」かれはおんなのこにいいましたそしてあいのちからはなんとすばらしいことだろうわたしのドレスがぶとうかいにまにあうといいわとおんなのこがこたえましたドレスにとけいそうのはながししゅうされるようにちゅうもんしたのよでもおはりこっていうのはとってもなまけものだから つばめは川を越え船のマストにかかっているランタンを見ましたつばめは貧民街を越え老いたユダヤ人たちが商売をして銅のてんびんでお金を計り分けるのを見ましたやっとあの貧しい家にたどり着くとつばめは中をのぞき込みました男の子はベッドの上で熱のために寝返りを打ち お母さんは疲れきって眠り込んでおりました。ツバメは中に入ってテーブルの上にあるお母さんの指ぬきの脇に大きなルビーを置きました。それからツバメはそっとベッドの周りを飛び翼で男の子の額を仰ぎました。とても涼しいと男の子は言いました。僕はきっと元気になる そして心地よい眠りに入っていきました。それからツバメは幸福の王子のところに飛んで戻り、やったことを王子に伝えました。妙なことに、とツバメは言いました。こんなに寒いのに、僕は今とても温かい気持ちがするんです。それはいいことをしたからだよ、と王子は言いました。 そこで、小さなツバメは考え始めましたが、やがて眠ってしまいました。考え事をすると、ツバメはいつも眠くなるのです。朝になると、ツバメは川のところまで飛んでいき、水浴びをしました。なんと驚くべき現象だ。と、鳥類学の教授が橋を渡りながら言いました。 冬にツバメを見るなんてそれから教授はこのことについて長い刀書を地方新聞にあてて書きましたみんながその刀書を話題にしましたでもその刀書は人々が理解できない単語でいっぱいでした「今夜エジプトに行きます」とツバメは言いましたツバメはその予定に上機嫌でした 町中の名所をみんな訪れてから、教会の尖塔のてっぺんに長い時間泊まっていました。ツバメが行くところはどこでもスズメがチュンチュン鳴いていて、素敵な旅人ね」と口々に言っていましたので、ツバメはとてもうれしくなりました。月が昇ると、ツバメは幸福の王子のところに戻ってきました。 エジプトに何かことづけはありますかと声を上げました。もうすぐ出発しますから。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか私はエジプトに行きたいと思っています。とツバメは答えました。明日、

正午には黄色のライオンが水辺に水を飲みにやってきます。ライオンの目は緑虫石のようで、そのほえ声は滝のゴーゴーという音よりも大きいんですよ。つばめさん、つばめさん、小さなつばめさん、と王子は言いました。ずっと向こう、町の反対側にある屋根裏部屋に、若者の姿が見える。 彼は紙であふれた机に持たれている。傍らにあるタンブラーには枯れたスミレが一束刺してある。彼の髪は茶色で細かく縮れ、唇はザクロのように赤く、大きくて夢見るような目をしている。彼は劇場の支配人のために芝居を完成させようとしている。けれど、あまりにも寒いので、 もう書くことができないのだ暖炉の中には火の気はなく空腹のために気を失わんばかりになっているもう一晩あなたのところに泊まりましょうよい心を本当に持っているツバメは言いましたもう一つルービーを持っていきましょうかああ もうルビーはないのだよ。王子は言いました。残っているのは私の両目だけだ。私の両目は珍しいサファイアでできている。これは一千年前にインドから運ばれてきたものだ。私の片目を抜き出して彼のところまで持って行っておくれ。彼はそれを宝石屋に売って食べ物と薪を買って。 芝居を完成させさ王子様とツバメは言いました。私にはできません。そしてツバメは泣き始めました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と王子は言いました。私が命じたとおりにしておくれ。 そこでツバメは王子の目を取り出して屋根裏部屋へ飛んでいきました。屋根に穴が開いていたので入るのは簡単でした。ツバメは穴を通ってサッと飛び込み部屋の中に入りました。その若者は両手の中に顔をうずめるようにしておりましたので鳥の羽ばたきは聞こえませんでした。そして、 若者が顔を上げると、そこには美しいサファイアが枯れたすみれの上に載っていたのです。私も世の中に認められ始めたんだ若者は大声を出しました。これは誰か熱烈なファンからのものだな。これで芝居が完成できるぞ若者はとても幸福そうでした。次の日 ツバメは場へ行きました大きな船のマストの上に止まり水夫たちが大きな箱を船倉からロープで引きずり出すのを見ました箱が一つ出るたびに「よいこらせ!」と水夫たちは叫びました「僕はエジプトに行くんだよ!」とツバメも大声を出しましたが誰も気にしませんでした 月が出ると、ツバメは幸福の王子のところに戻りました。おいとまごいにやってきました。ツバメは声を上げました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんかもう冬です。ツバメは答えました。 冷たい雪がまもなくここにも降るでしょう。エジプトでは太陽の光が緑の白の木に暖かく注ぎワニたちは泥の中に寝そべってのんびり過ごしています。友人たちはバールベック寺院の中に巣を作っておりピンクと白の鳩がそれを見てクークーと鳴き交わしています。王子様僕は行かなくちゃなりません。 あ来年の春僕はあなたがあげてしまった宝石2つの代わりに美しい宝石を2つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤くサファイアは大海のように青いものになるでしょう。下の方に広場があると幸福の王子は言いました。 そこに小さなマッチ売りの少女がいる。マッチを溝に落としてしまい、全部ダメになってしまった。お金を持って帰れなかったら、お父さんが女の子をぶつだろう。だから女の子は泣いている。あの子は靴も靴下も履いていないし、何も頭にかぶっていない。私の残っている目を取り出して、あの子にやってほしい。 そうすればお父さんからぶたれないだろう。もうひと晩あなたのところにとまりましょう。ツバメはいいました。でもあなたのめをとりだすなんてできません。そんなことをしたらあなたはなにもみえなくなってしまいます。ツバメさん、ツバメさん、ちいさなツバメさん。 王子は言いました。私が命じた通りにしておくれそこでツバメは王子のもう片方の目を取り出して下へ飛んでいきましたツバメは町売りの少女のところまでさっと降りて宝石を手の中に滑り込ませました「とってもきれいなガラス玉」その少女は言いました そして笑いながら走って家に帰りました。それからツバメは王子のところに戻りました。あなたはもう何も見えなくなりました。とツバメは言いました。だからずっとあなたと一緒にいることにします。いや、小さなツバメさん。とかわいそうな王子は言いました。 あなたはエジプトに行かなくちゃいけない僕はずっとあなたと一緒にいますツバメは言いましたそして王子の足元で眠りました次の日一日ツバメは王子の肩に泊まり珍しい土地で見てきたたくさんの話をしましたナイル川の岸沿いに長い列をなして立っていて くちばしで黄金の魚を捕まえる赤いトキの話世界と同じくらい古くからあり砂漠の中に住んでいて何でも知っているスフィンクスの話琥珀のロザリオを手にしてラクダの傍らをゆっくり歩く貿易商人の話黒炭のように黒い肌をしており大きな水晶を崇拝している シュロの木で眠る緑の大蛇がいて20人の僧侶が蜂蜜のお菓子を食べさせている話広く平らな葉に乗って大きな湖を渡り蝶といつも戦争しているピグミーの話かわいい小さなツバメさん王子は言いました。 あなたは驚くべきことを聞かせてくれた。しかし、苦しみを受けている人々の話ほど驚くべきことはない。どしがたい悲しみ以上に、ときがたい謎はないのだ。小さなツバメさん、町へ行っておくれ。そしてあなたの見たものを私に教えておくれ。ツバメはその大きな町の上を飛び回り。 金持ちが美しい家で幸せに暮らす一方で、こじきがその家の門の前に座っているのを見ました。暗い路地に入っていき、物うげに黒い道を眺めている空腹な子供もたちの青白い顔を見ました。橋の通りの下で小さな少年が2人、互いに抱き合って横になり、温め合っていました。 おなかがすいたよと二人は口にしていましたがここでは横になってはいかんと夜景が叫び二人は雨の中へとさまよいでましたそれからツバメは王子のところへ戻って見てきたことを話しました私の体は純金で覆われていると王子は言いましたそれを一枚一枚剥がして 貧しいい。人にあげなさい生きている人は金があれば幸福になれるといつも考えているのだ。ツバメは純金を一枚一枚剥がしていきとうとう幸福の王子は完全に輝きを失い灰色になってしまいました。ツバメが純金を一枚一枚貧しい人に送ると 子どもたちの顔は赤みを取り戻し、笑い声を上げ、通りで遊ぶのでした。パンが食べられるんだと大声で言いました。やがて雪が降ってきました。そのあとに霜が降りました。通りは銀でできたようになり、大層光り輝いておりました。 水晶のような長いつららが家の軒から下がりみんな毛皮を着て出歩くようになり子どもたちはシンクの帽子をかぶり氷の上でスケートをしましたかわいそうな小さなツバメにはどんどん寒くなってきましたでもツバメは王子のもとを離れようとはしませんでした心から 王子のことを愛していたからです。パン屋が見ていないとき、ツバメはパン屋のドアの外でパンくずを拾い、集め翼をパタパタさせて自分を温めようとしました。でも、とうとう自分は死ぬのだとわかりました。ツバメには王子の肩までもう1度飛び上がるだけの力しか残っていませんでした。 さようなら、愛する王子様。ツバメはささやくように言いました。あなたの手にキスをしてもいいですかあなたがとうとうエジプトに行くのは私もうれしいよ。小さなツバメさん。と王子は言いました。あなたはここに長いしすぎた。でもキスは唇にしておくれ。 私もあなたを愛しているんだ。私はエジプトに行くのではありませんとツバメは言いました。死の家に行くんです。死というのは眠りの兄弟ですよね。そしてツバメは幸福の王子の唇にキスをして死んで、 彼の足元に落ちていきましたその瞬間象の中で何かが砕けたような奇妙な音がしましたそれは鉛の心臓がちょうど2つに割れた音なのでしたひどく寒い日でしたから次の日の朝早く市長が市会議員たちと一緒に ののした柱を通り過ぎるときに市長が像を見上げました。おやおや、この幸福の王子はなんてみすぼらしいんだ。と市長は言いました。なんてみすぼらしいんだ。市会議員たちは叫びました。彼らはいつも市長に賛成するのです。 皆は像を見ようと近寄ってきました。ルビーは剣から抜け落ちてるし、目はなくなってるし、もう金の像じゃなくなっているし、と市長は言いました。これでは古事記と大して変わらんじゃないか。古事記と大して変わらんじゃないか。と市会議員たちが言いました。それに死んだ鳥なんかが足元にいる。 市長は続けました我々は実際鳥類はここで死ぬことをあたわずという布告を出さねばならんなそこで書記がその提案を書き留めましたそこで彼らは幸福の王子の像を下ろしました「もう美しくないから役にも立たないわけだ」大学の芸術の教授が言いました 陽光炉で像を溶かす時にその金属を使ってどうするかを決めるため市長は市議会を開きました。もちろん他の像を建てなくてはならないと市長は言いました。そしてその像は私の像でなくてはなるまいいや私の像ですと市会議員たちがそれぞれに口論になりました。 私が彼らの噂を最後に聞いたときもまだ抗論していました。おかしいなあ、鋳造所の労働者の監督が言いました。この壊れた鉛の心臓は溶鉱炉では溶けないぞ。捨てなくちゃならんなあ。心臓はゴミタめに捨てられました。そこには死んだツバメも横たわっていたのです。 神様が天使たちの一人に町の中で最も尊いものを二つ持ってきなさいとおっしゃいましたその天使は神様のところに鉛の心臓と死んだ鳥を持ってきました神様はよく選んできたとおっしゃいました天国の庭園で この小さな鳥は永遠に歌い黄金の都でこの幸福の王子は私を賛美するだろう」。